演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、サントリーのボスデカフェラテカフェイン、そこ見たいと思います。デカフェで今までラテってなかったんですね。今回初めて知りました。今回のボスのお恵みはどんな味なのかな。見た目は普通のラテですよね。では飲んでみます。カフェインレスっていいのか悪いのかどっちなんでしょうか。味はミルクがまろやかなのですが、甘さはそんなになくて、甘さ控えめ、ミルク濃厚のラテですね。そういったものが好きな方には当然おすすめできますが、ミルクが濃厚なのでちょっと普通のコーヒーとは違うかなという印象です。まあラテなんで当然ですけど、でもこれでカフェインが通らずにしっかりと甘いラテを味わえるのがいいですね。というわけでこちらもテストしていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。